はようございます。ワイキキ一泊して次の日の朝です。あ、見えますね、海ね。昨日はちょっと夜、予定よりちょっと遅くまでですね、お部屋でご飯を食べていたので、ちょっと朝遅くなっちゃいました。8時です。もうね、海が朝から見えてそれは本当気持ちいいんですけどね。いや、それにしても5月8日ものすごい暑いですね。こちら多分東側、ダイヤモンドヘッドがある方の窓なんで、朝日がねガーンと入ってきます。今日はちょっとスタートが遅くなっちゃうので、どれぐらい回れるかなというところですね。アヒポケって書いてある。天かすとかが。天かす。ビーチの方歩いてみましょうか。行こう行こう。せっかくだからね。いい天気。こういうチェア持ってってビーチも本当に、ね、悪くないね。思いっきりホテルの真下っていう。真下。爽やかだな。やっぱりものすごい気持ちいいね。うん、やっと本領を発揮してきた感じがするな。本当だね。首の後ろがね、もうなんかじりっとしてる。すごいな、もうビキニで歩いてるもんな。そうだね。なかなか日本人抵抗がある格好で。しかも裸足だしさ。使うかわかんないけど強そう、いろいろ生命力に溢れる感じ。私がそういうの乏しいからさ。エネルギー分けてくれる。エネルギーが本当にいつもこうギリッギリで生きてるから羨ましいというか、かっこいいなって思うんだよね。すごい車が出てるなやと思って。いつぞやにはまた泊まろうみたいな。さて、あの辺ですかね。あの辺ですね。いやー、まだ、あれまだだよ。皆さん自由だね。自由だね。アメリカの方が多いって聞いたけど、この辺は日本人は守っちゃうね。そうね。なんかこうあれがすごい多い。例えばビーチもそうだったし、そう、ね、今の車もそうだし、ワイキキ昨日もそうだけど、うん、音楽と遭遇することがなんか、多いな、前よりも多少雰囲気がなんだろう、日本人がいっぱいいた時のワイキキよりも、ね、もうちょっと下ってた感じになってる気がする。ワイワイしてる感じだよね。ワイワイ。あー、サークルホテル。
いいな本来は上の方泊まる予定だったんだけどな、前ね一回予約したけど、あまあまあ本当にお値段は上がってったから ね、うん、さあまずここグラッシャックビストロです。ここがそうグラッシャックの方で、向こうがカイコーヒーの方。ここもいいですね、最高だねこれね。ただここ席ないんだね。あそうだね、みんなスタンドなんだね。ここが、グラスシャックワイキキ、グラスシャック、ビーチ沿いのグラスシャックビストロです。ビストロですね。ここは椅子が多いですね。スタンドタイプ。ね、ここ？うん。こっちはね、うん、ベンチがあってこっちで座ろうってなるかな、うん、ここもいいですね、なかなかね。メニューがあービートザキーとかアイランドサファーとかココナッツクリームとか、うん、まだやってないってことじゃないよね。わかんないね、メニューがあんまりないね、うんうん。まあ、ちょっと先行ってみましょうか。まあ、ちょっと行ってみましょうか。いやどこに行ってもガキンチョは泣いとる何が悲しいのかわからんが泣いとる。あ、まずここだ。やっぱいい。おー、なんか赤系とか黄色系が色あせてるね。いや本当にまさに私たちがマックで買って食べた場所があれなんだね。そうね、ここの横断歩道渡ってそうだね、うん、懐かしいね。私ちょっと場所を勘違いしてたかな、こっちがグラスシャックなんだね。そうそうそう、うん、でこっちがカイコーヒーなんだ。龍府カハナモクはでも向こうじゃない。龍府カハナモク道があって、うん、シャックがあって、うん、で、カイコーヒーと、ね、ちょっとね、あまりにも久しぶりで位置関係が位置関係がね、おかしくなってました。コーヒー&ブレックファーストって書いてあります。アサイーボールもあるね。あ、ここは椅子があるね、うん、いいですね。ここがカイコーヒーですね、うん、グラスシャックは店内は立ってっていう状態なので、うん、個人的にはこっちの方がくつろげるそうだね。景色もいいね。メニューがメニューもしっかりもう出てますね。なんか食べますかね、うん、フロムザベーカリーって書いてあるね。パン売ってますね、ちゃんと。本当だ。じゃああとはこういうやつですね、軽く、うん、うん、いいね、このグラスかわいい。かわいいね。あ、ラックスいいかもね、うん、レジっていうか、うん、食べたら野菜が食べられる。いいんじゃないですか。じゃあそうしますか。レジ1つにして飲み物2つにしようか。じゃあ僕カイラテにします、せっかくだから。カイラテ、うん、アーモンドでもできるんだね、ミルクがね。ああ、なるほどね。1ドルで、うんうんうん、そっか。じゃあ私はいいんじゃないですか、カフェラテでアーモンドにしようかな、うん。アサイーボールはオーガニックグラノーラって書いてありますね。ちょっとここのアサイーがね、どんな味なのか気にはなりますね。またチャンスがあれば食べてみたいんですけどね。ちょっと今日は別のにします。オーダー OK? カイラテスモールサイズ、あ、ホットアイスどうする。アイスカフェラテホット、ミルクチェンジアーモンド、オッケー、アスモール、ブレックファーストラックス、ベジー、ワン、ザット。今回は皿と財布が出ましたね。できました。ここにチップ払います。ああもう、ね、チップたくさん払ってるとね、大変なの、うん、名前を、うん、いいですね。面
白いね、こうやって、うん、椅子の向きがここのこっち側も全部海の方向向いてるんですよね。これお客さんがやっていってそのままになってるのか、店員さんがそういう風にしてくれてるのかちょっとわからないんですけど、やっぱりこっちの景色見たいですもんね。うん、缶コーヒーの方がなんかこの時間帯はいい ね、今朝の10時半過ぎなんですけど、いやーすごいお天気に恵まれました。うん、一晩寝て、まだちょっとホテルにね、慣れなかったりしてちょっとこう疲れも残ってはいるんですけど、外に出るとやっぱりすごいパワーがあるね。ハワイはシャキッとしますね。はい、快晴です。いいですね。スモールサイズは本当に日本の普通のサイズっていう感じで、私にはちょうど良かったです。シーノもこれスモール、スモールで、はい、本当に日本の普通サイズって感じですね。いい。アーモンドミルク、多分ね、1ドルで買えられるって書いてあったことは書いてあったから、アーモンドミルクだと思う。うまいですよ。いいね、この景色が本当最高。かわいいね、これ。かわいいね、デザインいいね。外が明るすぎてこいつに焦点が合ってないような気がする。あったあった。すごい天気がいいからね。そう、真っ暗になっちゃうんですよね、店内が。面白いね。よかったね。なんか冷静かなって思ってたの、冷たいかなって思ってたんだけど、暖かいですね。いいですね。開けてみます。オープン。こんな感じです。ちょうどいい。多くなくていいな。暑いの？暑い暑い、びっくり。私こっちの方がね、ほらボリューミーな感じ。これおいくらもらえるんだろう。値段見ないで買っちゃうかな。ベジーブレックファストラップが13ドル。結構ですね。ちょっとお高めかな。でラテが、アーモンドミルクになってて、6.5 だね。チャイラテが、6.5。飲み物はぼちぼちって感じ。ラプスは結構お高いね。2人で分けるってことで、まあぼちぼちって感じかな。多分もうね、この景色をもう見るのがごちそうじゃないけど、それに払ってる感じはする。そうね、場所代だね。場所代だね。味が良かったらパン OK かな。じゃあ私ちっちゃい方行きたいと思います。これなんだろうな。卵？卵かな。ちょっとチーズも糸を引いたような気がする。いただきます。あ、おいしい。あ、味がすごいいいです。めっちゃおいしい。チーズがしっかりは入ってる。ただ、ピザのチーズみたい。あ、なるほど。伸びってなるから、いわゆる本当にくっさーいっていうチーズじゃないから、これはシーは絶対いけると思う。よかった。このソースがね、ソースがピリ辛なんだ。相性がすごくいい。お値段13ドルだから安くないんですけど、でもちゃんと美味しいです。あったかいから嬉しい。すごいね、柔らかくて美味しいです。豪快につけたね。いただきます。はい。いったよいしょ。おー、これいいね、ヘルシーだね。これもかけすぎた感じはしないね。ちょいピリ辛でいい。そうそう、ピリ辛なんだよね。もうね、朝本当にちょっと疲れて何食べようかなーってうだーっとした時はこの景色見ながら、ちょい高だけどまあいいかって感じで。
あでもアーモンドミルクにあのミルクをアーモンドに変えるのはちょっとおすすめですね。これ美味しい、すごく軽くて私のお腹にはとても合ってる感じ。いいですね。どうですかラテは、味はしっかりめ？そうね、うん、まあただマイルドだね、結構マイルドだね、うんうん、あの貝ラテだね。コーヒーの味自体は僕の好みです。これ好み、うん、あ、ほんとすごいいい味がする。日陰で座れるっていう感じで、うん、ここ涼しくていいわ。いいね、涼しい、すごい風が抜けて、うん、ちょっともしあのいろいろ回って暑いなとかね、うん、あのバテてる方なんかはここね、風の抜けがすごくいいので休憩場所としてもいいんじゃないかなって思いました。もう景色最高だもんね。最高だね。のんびりするのには本当いい感じです。で今日は月曜日なので、まあなんか昨日は結構日曜日だったから人がごった返してたイメージだけど、昨日よりはいくらか、うん、空いてる感じはするね、うん、全体的にね。そうそうそう、プールみたいなね、このエリアもね、エリアもねめっちゃ人少ないのが見てわかると思います。こんな感じなので、これから私たちは違うミッションに向かおうとしております。はい、ちょっとね、あの体力温存で一旦ここで休憩して、ね、これから初ビキニ乗って、はい、ね、いろいろ動き回りたいと思ってます。行きますか。ビキステーションは目の前だ。そこにあるんです。多分2台分見えるから大丈夫だと思うんだ。あ、うん、壊れてないといいね。壊れてないといいね。うーわ、今ちょうど借りるとこだったよ。なんていう。で意外と広角で外にしちゃった方が、はい、なんとなくこうやって撮ってる方が撮れるんですよ。あ、じゃあお願いします。じゃあちょっとやってみましょう。実験で、イエーイ。ほら、あ、入ってる入ってる。おー、バッチリじゃないですか。もう慣れました、だいぶこういう撮り方。ああ、後ろ向いてもらってあのお揃いっていう。笑える。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。どうも。こういうのご縁だね。では、ビキをね、借りていきたいと思います。久しぶり、私たちはこの30ドル、はいはい、マルチライドでやるんですね。あ、それぐらいでやっぱ上がってる。でやっていきましょう。はい、日本語があるから簡単だね。で、これですね。はい、ゆっくりあの落ち着いていきましょうか。自転車1台。もうまあいいや、このまま行きましょう。1台ずつ借りるか。クレジットカードを挿入して引き出すんだよね。はい、ね、はい、OK。ここで前マゴマゴしたんだよね、差しっぱなしにしちゃってで、みたいな、すぐ引いちゃっていいんだよね、うん、OK、特に大きく変わってるところはなさそうだ ね、 あ、連絡先番号、こっちの番号がいいかもしれないね、アメリカのね。今あの私たち携帯の SIM を変えて電話番号も変わってる状態なので、何かあった時の連絡用は、普段使ってるのと違う電話番号になるんですよね。本当連絡をもらわないと困ることが発生した時のために、電話番号はちゃんと入れた方がいいかなっていう気がしています。はい、 OK、 はい、追加は30分5ドルかかるよっていうメッセージが出ました。はい、お待ちください。 OK かな。 31.41 ドルです。お、会員加入手続き中です。出ました。1箇所はあのなんか当社の何々にご協力くださいみたいなのがあったんですけど、それはスキップしちゃいました。これ必ずこの番号をね、あの撮影あの覚えておきますって書いてある。 OK、 取れた。 OK、 じゃあ私の方もやっていきましょう。残り2台引きがあったので、同じ場所でギリギリ借りられるラッキーと思ったんですけど、ソーリーでね、貸し出しできる自転車がありませんって出ちゃいました。なんだろうな、1台あるんだけどなんか壊れてんのかな、手続き上できないので別の近くのビキステーションに移動します。こういうのちょっと初めてだね。なんと C があのそう借りたやつね、
タイヤがね、思いっきりグニャーってパンクしちゃってます。なので戻します結局あの別のビキステーションに行って、まあ、さっきのコード入れて、はい、新しいのを借りないとダメです。結局別の場所に行くことになりました。今回こういうトラブル結構多いな。はまんない。はい、ガン。うまくはまった。ピーって言わないって言わない。あーピーって言わないね。カード入れるってどういうこと？どうなってんのかなと思って。僕のカードです。あー、え、前履歴、取引記録、終了日、該当なしってなってるね。困ったな。借りっぱなしになっちゃった。なっちゃってるよね。じゃあこれは電話するしかないですね。 How long about we wait? Okay, we are waiting Biggie Station 329. We are waiting. Okay, please help me. Oh, thank you very much. We waiting. Mahalo. Thank you. 20分待てと。もう事件だからしょうがない。しょうがない。もう何なの、はい、今日今回の旅はすごいね。じゃあちょっと、はい、ネタはいらないっつってのに。ネタいらねえよ今回の旅は本当おかしいぐらいトラブル。本当にこれわざとじゃないですよ。作ってないです。もう出発した時から今回はいろんなことがあって、でしょうがないのでサポートのところに電話をしました、はい、でも私たち英語本当堪能じゃないから、まあ、ゆっくり喋ってくださいって一生懸命伝えて、で向こうの方がね翻訳機を使って、あの最後は一生懸命私たちに伝えようとはしてくれたので、はいはい、してくれたね、なんとかあの伝わったようです。でとにかくでもビキステーション何回やっても無理ですって言ったら、そこで待っていられるって言われました。約20分、はい、ここで待たなきゃいけない待たなきゃいけません。タイムロスですけど、しょうがないね、うん、これはもうしょうがない。こういうことがビキあるんだなっていうの、まあいい経験なんですけど、うん、はい、まあちょっとね、うん、あのこの辺のこのスタンドにいろんなところ刺したんですけど全然反応がないんで、まあちょっと試しで向こう側の方も今からちょっとガチャンガチャンやってみようかなと思います。相当ガチャコンってやんないとならないんだよね、ビーって。私たちが問い合わせをした時に相手の方が2センチぐらい浮かせてバンと入れてみてっていう風に、あの役でね、あの翻訳機でそういう風に伝えてきてくれたんで、何回かやってたんですけど最初とできなくて、もうちょっと高く浮かせて、そうね、タイヤがパンクしてるからなんじゃないかと思って、ちょっとシーツマに少し高めにガッチャンってやってもらったら、ちゃんとグリーンつきました。よかったということで、もしねビキーステーションに戻せないときは少し上に浮かしてガンって入れてみると入るときもありますね。これは教訓だね。教訓、本当に勉強になりましたね。はい、皆さんもお気をつけて。でタイヤの状況って実はビキーステーションこうやってはまっちゃってると分かんないんだよね。分かんないんです、パンクしてるか。だから触らないな。ちょっとねタイヤをふにゃふにゃっと触った方がいいかもしれない。これでとりあえずカウントは止まったんだけど、はい、何分ぐらいロスしたかな。15分ぐらいかな、まあ、30分ある中のそれなので、まあしょうがないかな。で誰かあの来てくれる、20分後に来てくれるって話だったので、はいはい、とりあえずその人を待ちましょうか。そうですね、うん、まあ約30分待ったんですけど来なかったので、でまあ、なんとかトラブルもあの回避できて戻せたので、もう一回ビキの方に電話をしたんですけど、はいはい、まあ、ちょっと留守電みたいになっちゃって、まあ、ちょっと待つみたいだったので、メッセージを、まあ、どうにかこうにか翻訳機を使ってあの伝えました。もう戻せたので大丈夫です、私たち行きますってことで伝えてみました、はい、もうこれでちょっと移動します。いやいや、うまくいってるか分かんないけど、とりあえず動きます。大変でしたね。はい、よくわからないクレジットカード読み取れません問題も、はい、ピー、あれグリーンならないけど、ならない、ならない、もう一回やんないと、もう一回やって、もうちょっと早くやんないとダメかもしれない。ほら来た、うん、そうなんだ、うん、スピーディーにやんなきゃダメ。そうそうそう、はい、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。はい、こっちですよ。
大丈夫ちょっと雨やばい雨ハワイの道右あのバイクルートで気をつけてください。わかりました。であのハイルリリシー今日4時からファーマーズマーケット Thank you。 日本語話せますって書いてあったもんね。うん、ネームプレートのところに日本語話せますって書いてあった。ちょっと待ってね、椅子がなんか緩いわダメだな、緩くなっちゃうな。下がってきちゃう、下がってきちゃう、ダメだ、下がっちゃうわ出発して早々に椅子がロックしないっていうね。なんか今回本当に僕呪われてんのかなこれ。ここで一旦戻して借りよう。あーいいですか、はい、とってもインフォメーションスタッフさん、そう初めて見ました。初めて待って初めて見て。あの仕事はね、あ会社のワイキキ10年前始まりますので。10年前から。そうで私4年前仕事から。あ日本語全部わかんないから、でもずっとハワイ住んでます。あおじいちゃんさあの2世、あ私3代目。おいや、あなたみたいな人がいてくれたらトラブルがあった時聞けるからすごい助かります。仕事をあのインフォメーションで見る、まあ、皆さんあの忘れ物、忘れ物気をつけて、おすすめインフォメーション。あバス、ミッキー、オアフ島、インフォメーションどうぞ。 ありがとうございます。もうすぐもうあの夏行きます。あ日本に、そうそう大阪で、あと東京最高。 ありがとうございます。 OK、ありがとう。はい、ありがとうございます。ステッカーです。かわいい YouTube チャンネル。ステーキステーキチーズね、ワイキキチーズ。地図をくださいました。いやさっきビキステーションの近くをこの服を着た方が通ってたから電話で英語喋れなくて困ってるって、もしこういう方に相談できたら早かったかも。いやいろいろ勉強になります。どうぞもう頑張ります。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。またね。はいまたね、アロハ。うん、うん、じゃあこっちやっと移動。もうね1時間半くらい。風が強いね。ああ向かい風で押し流されるんだよ。お、レインボードライブインだ。来た。来ましたね、ここまでは。どうする？ちょろっと覗くだけ覗く。一応覗くか。あ、グッズあるね。ビキステーション探すか。ちょっと探しましょう。